はい、そして代わって札幌は小野伸二が入りました。その小野伸二、そして徳良前を向いてシュート、シャビエルが自ら得たフリーキック合わせるジョーのヘディング、これでジョーはここ5戦出場したゲーム8発目、シーズン14点目、名古屋逆転です。久保へワントラップシュート、ゴールが決まりました。久保、イニエスタの前で、バルセロナの先輩の前で見事なゴールを決めました。久保建英、追われます、あ、オリンピックされました。手塚を落としてきた、彼のこのキックのテクニックですよね。いやー、これは素晴らしいですね。